わざわざコーヒー飲むほどのあれでもないような気もする。よし、じゃあ帰り道行ってみっか。太陽が眩しいな。サングラス忘れたな。50キロならさすがに問題ないと思うんだよな。だこの口についてるマスクを取ってスクリーンを上げちゃえば、そら声はよく入ると思うんですよ。その代わり喋ってる最中に僕の口の中に虫がいっぱい入ると。それはちょっと勘弁していただきたいなということであります。はい。もうこの辺で喋るの辛いもんね。80だともう張りかけるような声だよなこれな。喉が痛い。ほんで、90っていうともう普通に食べたんじゃ何も聞こえないんじゃないの。この声が普通に入ってるんだったら本当問題ないよな。なんだろう、オセラカスみたいにこう頭の上に向かってゴーンみたいな、そういう声の出し方をすればいいんだろうか。このような声で話し続ければいいんだろうか。そんなのは嫌だ。僕はそんな声で走りたくないんだ。うわー、いやまあいいんですけど、いや絶対聞こえないところ、絶対聞こえてないでしょ。
景色めっちゃくちゃいいな、本当にな。もう撮りたくなるよな。
としてモトグローブでアップしていいものなんだろうか。なんか全然ブログじゃないよね。走ってきただけですね。どうしよう。まあ、あんまり細かいこと考えなくてもいいのかな。モトブログはこうでなきゃダメだみたいな、こう、なんて言うんだろう、至上主義者みたいなのもいるのかもしれないですけど、まあまあまあ、バイクだし、いいんじゃないかな、ダメ？あれよっと。あ、5000キロ超えた。わーい。見えたな。5000キロ超えました。やったぜ。じゃあ、元ブログということで、GN125 を買って、約9ヶ月、8ヶ月。無事5000キロになりましたので、インプレなぞ。やる気ねえ。絶好調であります。以上。いや、本当絶好調ですよ。トラブルというトラブルは全然感じたことないな。よく走るでしょ。よく止まるでしょ。運転が上手くなってくると、ちゃんとそれに応えてくれるでしょ。燃費は今日みたいにぶん回して35キロぐらい、チェーンをきちんとしてからはスピードを普通に走ってれば、まあそうだな、普通に走ってれば38、39。普通に発進するし、普通に止まるし、いやー文句何もないな、本当にな。もうちょっとなんかあるかと思ってたんですけどね、もうちょっとなんかトラブルが起きるんじゃないかと思ってたんですけど、全然起きないんだよな、トラブル。ありがたいことですよね。このままずっと2万キロぐらいまでトラブルなしで行ってくんないかな。さすがに2万キロはさすがにあるかな、高望みかな。乱暴に回した次の日はやっぱりちょっとじゃじゃ馬になるんだよな。そういうところはありますよね。なんか車だとあんまり、まあちょっとは感じるけど、あんまり感じない、そういうのがダイレクトに来るというか、なんかあるかな。燃費も買った時と変わんないよね。タイヤは1500キロぐらいの時に前後ろ変えたんですけど、ダンロップに。まあなんだろう、バリバリに山残ってるし、ないかな、文句がないってないです。はっきり言っておすすめです。そしてそうですね、こっちみたいに、さっきみたいにね、100キロ道行かなきゃいけないなんていうこと日本ならないわけだから、バイパスでせいぜい80キロぐらいですか。であれば80キロなら本当にスーッと
スーッと出ちゃいますもんね、うん、本当にスーッと出ちゃう。80は本当ガチで問題ないと思うね。そうですね、フロントスプロケットだけやっぱり 125H の場合15兆に変えることをおすすめかな。14の頃はちょっとやっぱりきつかったよね。ちょっときつかった。16までやるとこういう発進の時に結構苦労するんじゃないかななんて気もします。人によってはなんか後ろだけリアだけ変えたりもしてるんですよね。まあ気乗りだったらリアだけの方がいいかもしれないな。そうだ、これもうあっちの80出ちゃうから、なんだろう、アドレスに喧嘩売ろうとかってそういうこと考えなければキューって出るからあんまり心配しなくてもいいような気がする。キューって出るから本当に。もう家に帰って声がどれぐらい入ってるのか確かめよう。よいしょ。こんなにガタガタする。おお、何やってんだおい。そういうことしたみんな出してるな。僕も66キロか。6キロオーバー。6キロオーバー。6キロオーバーで捕まることってあるのかな、こっち。聞いたことないよな。おお、流れた流れた。タイヤが流れたぞ。空気圧が落ちてるのかな。もうこれでダブリンですので、ひょっとしたら気楽にポロッとアップするかもしれません。アップしてたら、ご視聴ありがとうございました。ちょうどブレイがね今終わって、もう一本ダブリンの、まあ、観光名所とまで行くのかどうかわかんないけども、海沿いにダブリン湾の近くにですね、とても良いところがあってそこに行きましたので、それを次はアップしていこうと思ってます。どうぞよろしくお願いします。さっき人っ子一人いないな。休日月曜日の祝日か、祝日月曜日の朝誰もいないな。ちょっと気持ちいいよね。
そういえば俺車線をいっぱいに使っちゃう癖があるみたいで良くないなと思ってるんですけど、こいつはやっぱ良くないんですかね。あんまり気にしてないんだけど、この一車線の中でもやっぱり